ピアをご覧の皆さん、テノール歌手秋川雅美です。この度2年半ぶりとなります秋川雅美の新しいアルバムが発売となりました。ゴールデンボイス、まあ皆さんの知ってるね、とても有名な曲をこのクラシックの秋川の歌声でまた新しい表情を生み出すということでね、それこそ子供の頃によく歌った気球に乗ってどこまでもとか、あと映画の名作ゴッドファーザー愛のテーマ、そしてなんとあの北島三郎さんの祭り、これをオーケストラバックで壮大に盛り上げるっていう、まあ本当にこのいろんな皆さんの知ってる曲をね、こう新しい表情を生み出すということで、12曲収録いたしました。ぜひ聴いてみてください。そして7月25日には大阪 NHK 大阪ホールで、秋川雅美コンサートツアー千秋楽を迎えます。昨年の9月から始まったコンサートツアーですけども、7月25日千秋楽はなんと大阪でコンサートを行います。まあね、とにかくこう秋川は全身全霊で全力で歌声を届ける、この秋川の全身から出てくるこのエネルギーを感じ取っていただいて、また明日から元気で頑張ろうっていう、そういうね、元気に、皆さんの元気につながってもらえるような、そんなコンサートにしたいと思ってます。こちらもぜひお越しください。来るときは必ずチケットピアでチケットをお求めくださいということで、皆さんとまたお会いできるのを楽しみにしております。テノール歌手秋川雅美でした。